こんばんは。全国の10日の天気をお伝えします。明日は西からだんだんと天気下り坂です。特に沖縄や九州、そして四国、太平洋側の地域では雨の降り方が強まる恐れがあります。一時的に雷雨を伴うこともありますのでお気をつけください。そして近畿や中部、関東エリア、こちらの方では朝雨が降っていなくてもだんだんと降り始めます。お出かけの際は傘が必要です。また雨が降るまでは花粉が飛散しやすくなりますので、スギ花粉症の方はしっかりと対策を行うようにしてください。一方で北日本は晴れて穏やかなお天気、行楽日和となりそうです。ただ積雪エリアでは雪解けが進みますので、融雪災害にはお気をつけください。以上、全国のお天気確認していきました。それでは素敵なお時間お過ごしください。